すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、熱海に行く途中に寄らなければならない場所といえばこちらです。と JR 湯河原駅から徒歩10分くらいのところにありますラーメン屋飯田商店さんにお邪魔してます。神奈川でも屈指の人気店で、ラーメン好きからしたらもう聖地と言っても過言ではないお店ですね。もうお腹減ってますから行きますから、もうレッツゴー。さあ、ラーメン屋飯田商店さん、食券制ですがいろいろあって映像はありません。今回はめったに来られないので醤油ワンタン麺とつけ麺の2杯をチョイスしました。すげえシュールな絵面だなと思っていると、まずこちらがラーメン屋飯田商店さんの醤油ワンタン麺です。うおい、なんとも綺麗な見た目ですが、この黒いワンタンはなんだ。とにかくお腹ペコペコなのでいただきます。まずは落ち着いてスープから。柔らかにアプローチしてくる鶏だしの中にもひときわキリッと効いてくる醤油だれ、一口で思いましたよ。こりゃ全部飲んじゃうなって。さあ今日はもう麺いっちゃいます。長めの中細麺をすする。キャハー、つるんつるんでめちゃくちゃうまい。このまま永遠にこの麺をすすり続けろと言われても、楽天に無償トレードで移籍させられても喜んで受け入れますよ。ではここで一度店員さんに感想と感謝を述べてから、またすすって白い方のワンタンを食らってみると、プリプリの皮と鶏の肉汁が素敵なハーモニーを奏でてくれます。さあお次に食らうメンマも食感が最高でうまく、チャーシューもパクッと食らうと、でレア目で柔らかい。常連さんによるとご飯に乗せて食べる方もいるみたいです。ではまた麺をズルズルすすりまくって、2種類目のチャーシューは肉質しっかり系、肉の旨味が詰まっていてジョンソンうましですよ。それでは最後に黒いワンタン、黒い理由は分かりませんでしたが、中身が豚なので白い方より肉の濃い味が溢れてきます。ってことで最後まで濃厚な旨味スープを飲みまくって1杯目の醤油ワンタン麺を完食。ではこちらが2杯目つけ麺です。麺は昆布だしに使っていて、味変アイテムの塩、海苔、柚子が運ばれてきます。これが噂のデリシャスデルタですね。それではまず麺のみをすすってみましょう。これだけで成立してしまうほどうまい、少しとろみのついた昆布だしがたまりません。ではオンリー麺すすりでは異例の2すすり目いって、お次にシュールな絵面と言っていた指南書に書いていた通り、塩をつけてそのまま麺をすすってみると、ただ塩をつけただけなのにうまさがグレードアップ。ねえ、笑ってって言われなくても笑ってしまいます。そしてお次は塩プラス海苔、すすってみると磯感がアップして、これまたうまい。もうこれだけで麺がなくなってしまいそうですよ。てなわけでなくならないうちにそろそろ濃い色のつけ汁に絡めてすする。どうせい単純に醤油がギューンと味覚を刺激、どのすすり方をしてもうまいなんて、さすが遠くからでもラーメン屋の店主さんが通うお店ですよ。さてこのチャーシューも塩分濃度高めなつけ汁をまとってジューシー&しょっぱ、ご飯を頼んで一緒に食べればよかった。そんな後悔をしつつも後半に柚子を絞って爽やかな酸味も楽しみつつ、シシカバブーしたら最後はつけ汁と昆布だしを交互に楽しんで本日も完食です。大変大変美味しくすれました。麺、具材、スープどれも最高で幸せでした。それではコスレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、飯田商店さんに行ってきたんですけれども、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。もう衝撃でした。はい、感想を言えって言われたらもうすげーうまかったっていう、もうそれだけですね。今はもう本当にこれを伝えたい、もう本当に美味しかったっていう、これを伝えたい。本当になんかあっという間でしたね。本当なんかこう奇跡体験というか、もう2杯食べてもあってましたからね。本当にもうびっくりです。本当にぜひまた行きたいと思います。本当にごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、ラーメン屋飯田商店さん、ここに引っ越すわ。はい、起動します。すするの健康診断。さて10日日曜の楽しみ、体重測定、今日もやっていきましょう。ちょっと熱海にね行ってたんでね、ちょっとあれは結構おい、いやでも先週よりはちょっと増えてましたね。やってないぜ、やってないぜ。まあ今回は熱海を楽しんだってことでいいんじゃないですかね。また次回。